いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年式メルセデス AMG GTR を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントガラスに飛び石、フロント右リアのアルミホールに傷がございます。走行距離に関しましては約8000キロと非常に低走行かつ外装面良好な状態を保ったお車です。外装色はセレナイトグレーマグノ、インテリアはブラックハーフレザーが採用されております。 AMG GT のハイパフォーマンスモデルとしてデビューしたAMG GT-R でございます。レース専用車 GT3 のノウハウが盛り込まれており、ニュルブルクリンクノルドシュライフェでは7分10秒9という素晴らしいラップタイムを叩き出しております。また AMG トラクションコントロールによりトラクションを9段階で制御することができ、走りをより深く味わうことができます。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは4リッター V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は585馬力でございます。また足元に関しましてはフロント19インチ、リア20インチのマットブラックペイントのアルミホールが装備されており、またカーボンブレーキも装備されておりますので、制動力に優れた1台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リア周りに関しましては、大型のリアウィングやリアディフューザーにより、スポーティーな雰囲気の1台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された1台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックハーフレザーが採用されております。運転席、助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのアルカンターラステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。シフト近くのダイヤルにて走行モードの変更が可能です。またサスペンションに関しましても3段階での変更が可能となっております。また AMG パフォーマンスエキゾーストにより重厚感あふれるサウンドを味わうことができます。両席にはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。またプルメスター製のスピーカーも装備されておりますので、より重厚感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2018年式メルセデス AMG GT-R を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約8000キロと非常に低走行かつ内外装良好なコンディションを保ったお車です。スーパースポーツカーらしい見た目、走行性能に加え、快適なインテリアも魅力の
メルセデス AMG GTR でございます。こちらのお車に関しましては585馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトにより0100加速に至りましては驚異の約 3.6 秒と圧倒的なスペックを誇るお車でございます。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ブルメスター製のスピーカーなど数多くの快適装備が備わった一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。